親父学園の問題を解説していきたいと思います。直角三角形 ABC があって AB の長さが10、 AC の長さが26。今 AB と平行な線 HI、FG、DE によってこの直角三角形 ABC の面積を4等分しているという状態です。その時の IG の長さを求めなさいという問題。ではこの問題はどんなところに注目したらいいのかというと、相似です。2つの三角形が相似であるとき、相似比が A 対 B ならば面積比は A の2乗対 B の2乗になります。で、これを今相似比が A 対 B っていうことだったけど、もしも面積比こっちが A 対 B ならば相似比はどうなりますかね。相似比、今相似比を2乗することによって面積比が出ると言ったので A と B になる2つの数はそれぞれルート A、ルート B、 これを2乗したものが A、B になるよね。なのでルート A の2乗対ルート B の2乗で A 対 B になるわけだから、面積比が A 対 B ならば相似比はルート A 対ルート B ということになる。じゃあこれを利用してね、実際にこの問題を解いていきましょう。まず三平方の定理で BC の長さを求めることができるよね。 BC の長さっていうのは26の2乗から10の2乗を引いてルートつけたものです。まあ、ちょっと工夫して解くと、2乗引く2乗は和と差の積、つまりカッコ26足す10、カッコ26引く10という具合に出て、ルート36で6、ルート16で4、つまり24という具合に出ます。ここからここの長さが24と出るわけですね。で、今言ったように、さっき言ったように直角三角形が相似になっているので、この ABC と、例えば三角形 HIC、これが相似になっていると。で、これを使うことによって、今求めたい HC の長さを求めることができます。今 ABC と HIC の面積比はこれ4等分したうちの3等分が HIC なので、面積比が4対3と出てるわけだよね。ってことは面積比が4対3ということは相似比はどうなるかっていうと、ルート4対ルート3、今やったように面積比が A 対 B だったら相似比はルートつけてルート4対ルート3、つまり2対ルート3という具合になります。よってここが2とするとここがルート3という具合に出るということですね。そうすると IC の長さを求めることができるよね。よってこのここから IC の長さが 24×2 分のルート3で12ルート3という具合に求めることができます。ここからここが12ルート3だよと。ってことは、あと X を求めるためには GC の長さが分かればいいというふうになります。そうすると GC の長さを求めるためには三角形 FGC、 これに注目してあげるということですね。そうするとやはり ABC と FGC は相似になっているので、今面積比が4対2というふうになっているよね。ってことは4対2っていうことは、やはりこれを使って面積比が A 対 B だったら相似比はルート A 対ルート B、 つまりルート4対ルート2、つまり2対ルート2という具合に出ます。2対ルート2、したがってここから GC の長さを求めることができます。 GC は 24×2 分のルート2倍よって12ルート2という具合に出すことができる。ここからここは12ルート2と、したがって求めたい IG の長さ X は12ルート3から12ルート2を引いて答えが出るよということになります。ポイントは面積比が A 対 B だったら相似比はルート A 対ルート B になる。それを使うことによって解くことができたというふうになります。以上で解説終わります。じゃあねー。